すべて操られていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は小紅についてお話をしていきたいなと思います。まあ、この小紅ってところに関しては最新話の114話の方で小紅の弟らしき人物が出てきたんですよね。これによってもしかすると小紅の契約した悪魔が判明してくるのではないのかっていうふうに思うんですよ。小紅が悪魔と契約しているっていうことは永遠の悪魔を第一部の時に倒した後の飲み会の時に判明していたんですが、第一部の中では小紅の悪魔は判明しなかったんですよね。でしかもすでに小紅はデビルハンターを辞めていて普通にバイトをしていたっていう状態ではあったので、まあそこから岸辺にかくまってもらっていたっていう経緯があったので、そのまままた公安のデビルハンターに戻っているという可能性もゼロじゃないのかもしれないですが、この小紅の悪魔の正体ってやっぱり気になるところではありますよね。でそれこそ今回の最新話で弟らしき人物が出てきたということで、この小紅の家族東山家ってところに関しては何かしらの重要な役割があるのかなって感じたりもするわけですよ。まあ、ただここまで永遠の悪魔とセットで出てくるってことは逆に永遠の悪魔と契約してんじゃねえみたいな、そういった風にね思ってしまったりもしますけど、まあさすがにそんなことはないとして、小紅のことをまず考えてみれば、小紅って公安のデビルハンターになった理由が優秀な兄が大学に行くために親に無理やり入れられたっていうことを言っていたんですよね。その時に言われたのがデビルハンターになるか風俗に行くかの二択だったっていうことを言っていたので、まあ相当お金に困っているんだなっていうことが分かったりするわけなんですけど、この永遠の悪魔との戦いの時に言っていた小紅のお兄ちゃん、実は存在していないのではないのかっていうふうに思うんですよね。ここがまさに小紅の弟らしき人物が出てきたっていうところともつながってくるんですけど、小紅も今回登場した弟も神にピンをつけているんですよ。でもちろんあの人物に関しては性別がまだ不明なので弟じゃなくて妹という可能性もあるんですけど、僕っていう発言をしていたりとか学ランを着ているだけで実は女の子っていう可能性も十分あり得る。まあそうなってくるとピン止めの数から言って小紅は2番目の兄弟、そして今回登場した弟なのか妹なのかわからないですが、今回はややこしいので弟と呼ぶことにしますけど、あの弟は6本ピン止めがあったので6人目の兄弟なのかなって考えることができるんですが、ここで矛盾が生じるわけなんですよ。永遠の悪魔を倒した後の飲み会の時に小紅はお姉ちゃんからこの服をもらったっていうことを言っていたんですよ。そうなると小紅にはお兄ちゃんとお姉ちゃんが少なくとも一人ずつはいるような発言になってしまうんですよね。でもピン止めの数から言うと2本になってくるので、小紅の上にいる兄弟は1人しかいないはずなんですよ。でその時に同時に小紅が9人姉妹ということが判明するんですが、まあ、姉妹という言い方をしているので9人とも女の子なんじゃないのかっていうのでいけば、長女に1人いて次女が小紅、そしてそれ以外にも7人兄弟がいるという形になるんですけど、そうなってきた場合だと大学生のお兄ちゃんを合わせて少なくとも10人兄弟で、今回登場した弟が生物が男なのであれば少なくとも11人兄弟っていう風になるんですよね。まあそれなら100歩譲って合ってるかもしれないですけど、気になってくるのはピンの本数ですよ。あのピンの本数も男女別で分けているっていうのであれば、小紅が2人目の兄弟で弟が6人目の兄弟、この時点で女の子が2人、男の子が6人が確定してくるので、それで8人っていう風になるんですが、あと1人誰かいればまあ9人兄弟という形にはなるんですけど、ここで引っかかるのが9人姉妹という言い方なんですよね。まあ、この兄弟なのか姉妹ってところに関しては、昔は女の子の兄弟でも漢字で兄弟っていう兄弟って表していたことがあるそうなので、姉妹という部分には別に男の子が0っていうことを表しているだけではない感じがするんですよ。9人とも女の子ですよっていうわけではなくて、女の子の方が人数が多いから9人姉妹という言い方なのではないのか。そう考えてみると、今回新たに登場した弟は6本ピン止めをつけている、これが6人目だとすれば、男の子だけで6人目まで数えた場合、残り女の子は3人になってしまうんですよ。男の子の方が女の子より多くなってしまうので、姉妹という言い方は
しっくりこないんですよね。逆に女の子の方がいっぱいいることによって9人姉妹という言い方をしているのであれば、ピン止めの本数が表しているのは単純に年上からの順番ですよ。これでいくと小紅はやはり上から2番目になっていて、今回登場した弟は6番目という9人中2番目と6番目が出てきたっていう風に考えるのがやはり自然だと思うんですよ。そうなってくるとやはり矛盾しているのが兄と姉の存在なんですよね。姉に関しては服をちゃんともらっているということで、物でちゃんと証明されているわけですよ。そうなってくると姉の存在ってほぼほぼ確実にいるような感じがするし、兄という部分に関してはもう口で言っているだけなので、本当は存在していない可能性っていうのが十分あり得ると思うんですよ。まあ、もちろんあの服に関してもお姉ちゃんからもらったっていうのが嘘っていう可能性はあるんですが、わざわざそこをね嘘をつく必要はないと思うので、やはり姉はいるけど兄はいない、これが自然な形だと思うんですよ。じゃあなんでわざわざ兄がいないのにいるという嘘をついたのかっていうところですけど、ここにこそ小紅が契約している悪魔が関係しているのではないのか。それこそ小紅自身は本気で兄がいると思っている、でも周りから見たら本当は兄いないのになっていう、そういった状態になっているんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。東山家は9人兄弟であり、長女がいて次女が小紅、そして6人目に弟がいるわけなんですが、小紅の上には長女1人しかいない。じゃあなんで兄の存在があるのか。ここにこそ小紅が契約している悪魔が関係している、さらに東山家の秘密という部分にもつながってくるのではないのかっていうふうに思うんですよね。最初にも言った通り、小紅が契約している悪魔は最後まで明かされなかったんですけど、実はこの小紅が契約している悪魔って、水族館に新たに登場したあの小紅の弟も同じ悪魔と契約しているんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。同じ悪魔と契約するっていうのは特に不思議なところでもないので、公安の中でも同じ悪魔と複数人の公安が契約しているっていうのがすでに第一部でも描かれているわけなので、東山家に関係する悪魔の存在がある、そして東山家の兄弟、その兄弟の中でデビルハンターとして動いている人物とか、今後デビルハンターにならせようと考えられている兄弟たち、そいつらは全員同じ悪魔と契約しているのではないのかっていうふうに思うんですよ。まあそう考えてみるとね、小紅のお姉ちゃんは一体何をしているのかっていうのも気になりますけど、優秀なお兄ちゃんを大学に行かせるために小紅は働かされていた。そうなってきたらお姉ちゃんもお兄ちゃんのためになんか別で働いているのかって考えたりもするんですけど、まあもしかしたらお姉ちゃんはデビルハンターではなく風俗で働いてしまっているっていうね、そういった可能性もあるんですが、ただこの兄の存在が嘘だった場合、本当にお金のためにデビルハンターになったのかっていうのが怪しくなってくるんですよね。ここに繋がってくる描写っていうのが第一部のラストなんですよ。第一部のラストでデンジが完全にチェンソーマンになったということで、そのチェンソーマンが街で暴れるわけなんですが、その時に小紅がバイトをしているハンバーガー屋さんに行くわけなんですよね。であの時に小紅が出てくるわけなんですけど、ここでさらに矛盾が生じているわけですよ。小紅ってお金のためにデビルハンターになっていて、それ以外の選択肢って風俗だったわけなんですよ。そうなってくると小紅がデビルハンターを辞めたら、お金のために親に風俗に行かされるって考えるのが自然なわけですよ。でもあの時普通にハンバーガー屋さんでバイトをしていたんですよ。まあ、もちろん裏で何個か掛け持ちをしてたという可能性もゼロじゃないかもしれないんですが、本当にお金のためにデビルハンターにされたのであれば、あの時ハンバーガー屋でバイトをしているっていうのはかなり矛盾している部分だと思うんですよね。そうなるとデビルハンターに小紅がなった理由はお金が目的ではなかった、そこにこそ悪魔に秘密があったのではないのかって考えるわけですよ。それこそ小紅って新人の割にはめちゃくちゃ身体能力が高いわけですよ。姫野先輩にもその身体能力は一目置かれているようなところがあったし、サムライソードとか沢渡に対してもめちゃくちゃすごい動きで反撃をしていたし、秋と戦っている途中だったとはいえ、沢渡に全く気づかれることなく一気に沢渡を取り押さえていたわけですよね。あれだけの身体能力が本当に新人1年目で身につけることができたのかっていうところですよ。デンジとかパワーに関しては魔人と悪魔の力を持っているということで身体能力がズバ抜けてるっていうところも納得できるし、デンジはそもそも公安に来る前からデビルハンターとして動いていたっていう過去があるので、まあ、身体能力が優れているっていうのはむしろ自然なんですよ。でも小紅があれだけ身体能力が優れていたっていうのは、まあ、もちろん姫野先輩にしごかれたって可能性はありますけど、
ど、とは言ってもあれはさすがに動けすぎなんじゃないのかっていう風になるわけですよ。拳銃の使い方とか刃物の使い方にかなり慣れている感じがしていた。あれこそ実は公安に入る前からもともと悪魔と契約をしていて、その悪魔と契約をしていたことによって小紅の身体能力はもともと優れている状態にあったのではないのかっていう風に思うんですよ。飲み会の時に小紅が契約している悪魔を明かさなかったのも、公安には把握されていない悪魔との契約があるから、それをバラさないために秘密にしていたという可能性もありますよね。でしかもあの時アキが不用意に契約している悪魔を明かさない方がいいっていう風に言っていたので、悪魔を明かさないっていう部分もあの時だと自然だったわけですよ。だからこそ小紅はあの時悪魔を明かす必要がなかった。むしろあの状況は小紅にとってはラッキーだったのではないのか、まあ、小紅にとってというよりも小紅と契約している悪魔側にとってという感じはするんですが、小紅が意図してその悪魔ともともと契約をしていたというわけではなく、東山家というこの家系そのものにその悪魔が関係しているのではないのかっていうふうに思うんですよ。じゃあここで114まで新たに登場した小紅の弟のことを考えてみると、弟は奨学金がもらえるからという理由でデビルハンター部に入れられたんですよね。これも小紅と同様に親に強制的に入れさせられたっていう発言だったわけですよ。まあこの時は優秀な兄とかの発言はなかったので兄は関係していないんですが、お金という部分にはやはり繋がってきているわけですよね。まあ確かにお金に困っていたから入るしかなかったって言われてしまうと、周りが何も言えない状況になるっていうのはあるかもしれないんですけど、この小紅の弟も小紅と同じ悪魔と契約をしていて、その悪魔が東山家そのものに関係する悪魔だった場合、兄の存在とか諸々を含めて東山家全体が抱えている秘密、悪魔に関する問題というところに繋がってしまうのではないのかっていうふうに思うんですよ。小紅が言っていた兄という存在が嘘なのであれば、大学に行くためのお金をわざわざデビルハンターになって稼ぐ必要ってなかったはずなんですよ。実際にこのお金を稼ぐ必要はなくて、小紅をデビルハンターに入れるために風俗かデビルハンターという二択を迫らせたっていうのでいけば、デビルハンターを辞めた小紅は風俗に行く必要がなく、普通にハンバーガー屋でバイトをすることができた。そう考えるとしっくりいくところではあるんですよ。風俗に行く必要はわざわざないから、デビルハンターを辞めたんならもう好きに働けっていうのでハンバーガー屋でバイトを始めた。それって別に不自然なところはないですよね。実はこの小紅の言っていた兄という存在は途中にも言っていたんですが、小紅がいると思い込んでいるだけで本当はいない存在なのではないのか、そしてそれは悪魔によって植え付けられた記憶なのではないのかっていうふうに思うんですよね。この記憶っていうところに関しては、支配の悪魔であるマキマが他人の記憶を操作するっていうことが可能なので、他人の記憶を操作する悪魔が他にいても不思議はないんですよ。この記憶を操作するっていう部分に関しては、人間とか悪魔魔人っていう全てに適用することができる力になってくるので、東山家に関係している悪魔、その悪魔が9人姉妹全員と契約をして、そいつらの記憶を操作していく。それによって優秀な兄という存在を作り上げて、そのためにお金が必要だと刷り込ませる。そしてそのためにはデビルハンターになるか、学生である弟にはお金のためにデビルハンター部に入れ、こういったことを強制していたのではないのかっていうふうに思うんですよ。でもちろんそこにはお金が目的なのではなく、デビルハンター部に行かせること、デビルハンターにならせることっていうのが重要になってくると思うんですよね。悪魔側からしたら、デビルハンターの動きとかを知っておくことによっていろんな対策とかいろんな作戦を練ることができるわけですよ。そいつらに対してどういう対策を取っておけば自分の存在がバレないのかっていうことも、自分と契約している小紅がデビルハンターであること、弟がデビルハンター部であることによって、その動向すべてを知ることができるわけですよね。そうなると、この小紅たちが契約している悪魔はまだ登場していない悪魔っていう可能性が高くなってくるんですが、この東山家という一つの家系そのものを利用している悪魔の存在、これが本当にあるとしたら、東山家を救うという形でデンジとその悪魔が戦っていくという可能性もありますよね。まあもちろんデンジが東山家を救いたいと思ってその悪魔と戦うかは別の話にはなってきますけど、そのタイミングで小紅が再び登場してくる可能性もありますし、まあ小紅の弟がデンジのことを小紅から聞いているのかどうかっていうのも気になるようなところ
ところではありますよね。まあその辺を考えてみても、この小紅の弟とデンジの関係が今後どういったものになっていくのかっていうのも気になってくるようなところではあるんですが、まああとは前回の動画とかでも触れている伊勢海の正体ですよ。これが飢餓の悪魔側なのか人間側なのかっていう、その辺とかによってはこのデンジ、伊勢海、小紅の弟というこの3人の関係性がね、結構今後重要になってくる可能性もあるのかなっていうふうに思うと、この小紅や小紅の弟が契約しているであろう悪魔、こいつが今後どういったところに繋がってくるのかっていうのは楽しみになってくるところではありますよね。はい、では今回は小紅についてお話をしました。ぜひこれについてかもとこれましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。そのまた次の動画でお会いしましょう。